ホーチミン市地下鉄はベトナムホーチミン市で2021年に完成が予定されている地下鉄建設計画。路線図ベトナム最大の都市であるホーチミン市は人口の急激な増加及び急激な経済発展に伴い市民の足であったバイクや自動車による大気汚染と交通渋滞が社会問題化していたが鉄道を軸とした新たな交通手段の切り札として そして鉄道建設が登場した。ベトナム国営ゼネコンと住友商事などの日本企業が共同事業体を組み発注したことで現地の雇用創出も期待されている。2016年1月現在、ベンタイン市場からスオイティエン駅までの1号線、ベンタイン市場からタンソンニャット国際空港経由、タムルオンの車両基地までの2号線の日本の工事に着工している。 さらなる延伸が計画されており、最終的に6本176の駅ができる予定。終着駅は地方へ向かうバスターミナルと接続される予定。2006年11月28日、アジア開発銀行は、日本国政府の拠出による日本特別基金から、放置民主地下鉄建設事業に対し、170万米ドルの援助を行うと発表した。 2014年11月、チミ民市人民委員会は、グエンタンズン首相に対し、同市都市鉄道1号線の観光時期を2019年に、運行開始時期を2020年に延期する、旨の報告書を提出した。同案件は、2011年の時点で2017年に、観光、2018年に運行開始とされていたもので、予定よりさらに2年先送りされることとなった。 なお、同年7月に、ベンタイン駅の建設が着工しており、完成すれば、地下道を通って、商業ビル、ザワンと接続する予定である。その後同市の都市鉄道1号線の開通時期が、当初の予定より1年遅れて2021年初めになるとの見通しを発表した。さらに2020年11月段階では、2021年末と伝えられている。 1>, 1号線の車両と車両基地の研修設備は日立製作所が納入する。また、同社は5年間の車両保守も受け負う包括的な契約を結んでいる。2020年10月、最初の車両が納入された。サイゴン交通運輸機械装行車により、チミ民至急区には既存の東部バスターミナルに代わり、16ヘクタールの規模の新たなバスターミナルが建設される。 敷地全体のインフラ整備とともに、バスターミナルの他駐車場、乗降場、排水処理場を併設し、2017年末をめどに、竣工完成後は、都市鉄道1号線及び、各路線バスと接続し、利便性が大幅に向上する。既存バスターミナル跡地には、路線バス、観光用車両の駐車場、ホテル、ショッピングセンター、 賃貸オフィスなどを併設する複合商業施設を建設する計画。ABC 住友商事公式サイトマイナス輸送機、建機事業部門目覚ましい発展を続けるベトナムで、 そして、鉄道の実現に貢献 http コロンスラッシュスラッシュ www.viet-jo.com スラッシュ、e、ニューススラッシュエコノミースラッシュ141125125218と html ホーチミンメトロ1号線 運行開始を20年に円形 http コロンスラッシュスラッシュ www.viet-geno.com スラッシュ、e、ニューススラッシュエコノミースラッシュ140730014630ドット htmlHotmin メトロ1号線便体液を着こ http コロンスラッシュスラッシュニュースドット .nna.jp ドットスラッシュフリースラッシュニューススラッシュ 20130613icn0078.html 地下鉄便体液に地下道、商業ビルと接続 運輸ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.viet-jo.com スラッシュ、e、ニューススラッシュエコノミースラッシュ1903261517730ドッ html ホーチミンメトロ1号線開通は1年遅れの2021年初めハット ab 放置民主都市鉄道1号線最初の車両到着ビジネス単身 2020年11月26日閲覧。成長する町の動脈。日立評論1.2月合併号。2020年10月14日閲覧。ビット情報知民、新東部バスターミナルを着工。年末に第一期竣工の見通し2017年4月27日6時28分 JST 配信。ありがとうございます。